新世界へようこそ、どうもアッシュです。はい、新世界へようこそ、城出真香です。ということで今回久々のね、並びですね。久々のって言って僕いつか知ってます、並んだ。いや、わかんないですけど2001年にデュアルミンケースの城出真香が出たんですよ。だいぶ開いてますね。21年ぶりにちょっと並ぼうかなと思って、なるほど。僕で、はい、僕知らなかったんですけどドレスコードとかあるんですよね。いや、ありますよ。今僕らはこれ履いてますけど、はい、これ僕あの本名さんからの仏物交換でこれ村川さんの私物 で、はいはい、で僕ももらってますけど、はいはい、これをですね履いて並びに行くというちょっとあのドレスコードいるんですね。そうです、村川さん、もうあと10分ぐらいで受付終了しちゃうんで、うん、あ、そうなの、はい、ちょっと急がないとやばいです、マジで。これ見てください、これやばくないですか。それは一体何人ぐらいですか。ちょっとね、並んでるんですけど大事件が起きまして、なんとですね、はい、さっき整理券配られた、配ってましたね。でも僕、はい、顔写真付きの身分証明書持ってなくて、いや、もう初歩的なミスですよ。岡山で、はい、あの運転免許証更新して、はい、更新が岡山に送られてくるんですよ。はいはいはい、で僕はあの岡山当分帰ってないんで、いや岡山に免許証があって、なかなか免許証ないって言って、いやでもね、やっぱ21年ぶりに並ぶと分かんない、ルールが分かんない、ルール変わってますからね。ルールは分かんない。だってスニーカーズの抽選っていい、スニーカーズさっきダウンロードしたから、どうやんのって言われて参加しましょうよ抽選終了って書いてで、まあ、本当は当たったらあげるっていうはずだったんで、これはですね、まあ、僕とマッシュにた、マッシュとモロ君に託して、ね、しますね、はい、当たったらあのプレゼントしますので、はい、あのなるみたいすごいね、やっぱりすごいですよ。しかも、ね、身分証なくてウィキペディアで俺だからってやる人なかなかいないですよ。断られましたいや、それはダメです。いや、当たり前です。いや、ダメに決まってますから。しかもさっきあの並びながら本名さんと会議してて、はい、まあ、はい、並んでるんですよ、身分証明書なくてあの入れませんでしたって言ったら、あはははって、あ、よかった、笑ってたんですね、はい、やっぱ厳選してっていう風になってきたんですね。そう、すごいですね。いや、でも本当すごいですよ。こうしないとやっぱな、もうあの売られちゃうんでね、転売屋ばっかになっちゃうんで、うん、ね、しょうがないですね。すごい、これはすごいわ。じゃあ、あのモロと、マッシュが当たることを祈って、はい、これどれぐらい並ぶんですか、これ。だって300人ぐらい並んでるって聞きましたよ、これ。いや、でもまあ今日はいるらしいですね、そんぐらい。で、28?5?5ぐらいまでが当たり、28番、まあ、だから3、10分の1か、そんぐらいです、ね、まあ、なかなかきついものがありますね。すごいな、だから28足しかないってことですよね、はい、だいたいあのロッテのこれって最終面接合格ぐらい。これ、はい、ちょっと僕教えてほしいですけど、はいはいはい、サイズとかどうなるの。なかったら買えないですよ。いやいや、その28番までって当たりで、はいはい、当たりの人でどうやってサイズ選ぶ。あの当たった人から、当たった人からある在庫を選んでます。あ、1位から、1位から、あ、1位から28位まであって、そうだよ、ね、だから28位は28番目に入れる券ってことですよね。あ、そういうことか。28人しか入れないと言うて、僕もあのリーバイスの4以来なんですよ。リーバイスの4っていつ出たの。あの3年前ぐらいに出た、あのあそこで並んで大事件起こしたやつでメンタルえぐられて並べなくなっちゃったんですよ。え、なんで。いや、やんで転売屋に、おらーって言われて、いや、マジっすよ、路上で、うわーってやられたんですよ。え、なんで。いや、なんか、その動画回すじゃないですか、うん、転売屋撮っちゃって、転売屋が、何撮ってんだぜ、おらーって言って、めっちゃくちゃキレられて、うん、おこわーってなって、並べない体になっちゃいました。今日は村川さん喧嘩強いから一緒に並ぼうと。いやまもなく、はい、抽選がまもなく始まります。25番あたりです。当たりました。マジでやば。嘘でしょ。当たりました。外れ。ちょっと待って、あいつ当たった。当たりました、当たりました。嘘でしょ。え、ちょっと待って、お前当たったの。やば。あ、当たりました。めっちゃ嬉しい。え、ちょっと。カメラマン。あ
当たったがプレゼント。当たりました。25番。嘘だろ。すごい。当たった。うざ。いいな。カメラマンが当たりました。嘘。俺ちょっと。俺スニーカーで当たったからめっちゃ T シャツ。やば。当たったんだけどさ。やば。嬉しいけどさ。当たりました。何センチにします？28。わかりました。ちょっともろお前さ。どうだろう。いやまあちょっとなんかもろが変えたということで。すごいね。はい、もうなんか、ね、びっくりだよ。もうスニセカのあったかい場所行きましょう。もう案内さおいてスニセカのあったかい場所行きましょう。もうコーヒーでも飲みますか。いや本当そうですよ。もういや今日の今日まで忙しかったから。いやでもよかったな、仲間うちで一人でも当たってくれたから、ね、うん、よかったね。俺さんもう俺らあったかい場所いるわ。すごい、28人。いやすげえなあいつ。いやでもなんかいいっすね。僕も村川さんも久々の並びで、うん、で一人出たってなんか嬉しいですね。いや嬉しいですね、はい、だからまあ僕は抽選も参加もできてないですけどね。いやでも僕的にはそれが一番面白くて一番プレゼントでしたけど。いやー、まあ、ちょっと一旦スニセが戻ります。はい、ということで帰ってきました、はい、なんと、いや当たっちゃいました。当たっちゃいましたよ。当たっちゃいましたよ。当たっちゃいましたね、これ。こんなことあります、誰も当たると思ってなかったですけど、はい、見ますか。なんかオリジナルをいっぱい集めてる村川さん視点でこう見て、このカレッジカラーの、ね、いや、かっこいいですね。なんとか何っぽいですか、ね、なんとなくでもね、配色全然違うけど、シャドウ似てるなと思う。まあ、多分ここっすよね、うん、ここのカラー、うん、いやーこれは両色だな、ね、トーレンとかもいいなと思うけどさ、あのいいなはさ、これね、これちょうどあるけどさ、これもいいなと思ったけど、これのいいなって個人的ないいな。あ、そうだね、確かに。そう、これはもうさ王道、王道でいいでしょ、これ、うん、やばいな、これ超かっこいい、ね、僕もね、友達に頼まれてたんですけど、はい、忘れてましたよ。何をすか？え？頼まれ、あ、これを？これ欲しい。あ、欲しい、頼まれてたんですね。あの、昔からのコレクター仲間に。はい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 。で、忘れてました。忘れてたんですね、うん、さっき当たったって聞いたけど、はい、うん、当たったけど、プレゼント企画であげるっていうことに したからあげれんわ。手放してしまった。そうだね。当ててもらうしかないですね、そのプレゼント企画に。当ててもらうしかない。プレゼント企画で当ててもらうしかない。はー、いや、いいですね、この8号シリーズは。僕ね、はい、当たらなかったら、はい、この履いてた靴あるじゃないですか。あ、はいはいはい、このドレスコードの白ですね。あの白の、はい、これにマッシュに絵を描かせてあげようかなと思ってたんです、はい、あ、これあげようと思ってたんですか、はい、これ僕のはいはいはい、これもプレゼント企画であげようかなと思って。いいんじゃないですか、これもあげたらいいんですか。これあげて、こっちは先生があげてたよね。これは僕のジョーダン村川のレアモノチャンネルであげます、はい、これもあげるんですか。これはもうだってあげちゃうんですか。これはもうほんとあげるつもりで言ってたんだよ、はい、まあ外れると思ってたんですよ。まあまあそうですね、はいはいはい、まさか当たると思ってた。当たったんで、このチャンネルではこの靴、はいはい、やば、太っ腹。ジョーダン村川のチャンネルではこの靴、はい、太っ腹、うん、もう今日はもうあのいいことあったと思って。なるほどですね。ちょっともうこれは自腹でいきます。やーば、村川さん、この当たったあれはないですか。当たった報酬はない。報酬でそれもらえたりしないですか。これあと飯食い行こう。安いな、成果報酬。いや、まあ、毎回のあの昼飯代をあ、おごってるから。毎回のこう、あ、今後の積み重ねて。あ、じゃ昼飯は今後じゃ あのしばらく3年分ぐらい食えるかもね、昼飯は。やっと。じゃあまあ概要欄にね、あの詳細書いとくんのね、はい、ぜひあの皆さんね、概要欄読んでください。あとね、はい、ジョーダン村川のツイッターとか、あと僕とかスニセカのツイッターとかにも詳細書くと思うんで、まあ、ぜひそちらもねご覧ください、はい、で受け渡しはね、お店っていうのを確定しましょう。じゃあお店に来てもらえたら渡すって感じでね、はい、てな感じでね、今回もなかなか面白い動画でしたね。あ、面白いですね、はい、当選しなかったにしても面白い動画、ね、僕なんで抽選すら参加できない。参加してないですからね。なんか、はい、当たったって言ってるけど、そうなんですよ、はい、結構面白かったな、はい、まあ、なんか良かった良かった、はい、はい、てな感じでね、この動画が良かったって方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。皆さんもね、ぜひスニセカに遊びに来てください。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ、はい、じゃあね、はい。